回ね、いつも品切れになったんですよ、これが。トゥルンみたいな。肌がなんか卵肌みたいになった感じがするので、これをなくては私はメイクできないっていうぐらい大好きな商品なんですけど、この間ね、Q10の販売ランキングで1位になってたらしいんですよ。すごくない？こんにちは。今日はですね、私が今韓国に住んでるじゃないですか。でね、今ね、韓国で大バズりしているちょっとスキンケアをね、紹介していきたいと思うんですけど、肌がね、もうめちゃめちゃ良くなったっていうのが実感できたのでね、それをね、ちょっと今日紹介していきたいと思います。まずね、この前回の動画、これ覚えてます？本当にね、ありがたいことに私も買いましたみたいな。で、買って使ったけどめちゃめちゃ良くなりました肌がとか、買って良かったです、教えてくれてありがとうみたいな、すごいね、そういう声がね、たくさんあって、私自身も本当に嬉しくって、あー、なんか紹介できて良かったなってめちゃめちゃ思って、まあ今もね、実はそのナンバーズインのスキンケア、まあ多分私の動画をこう全部見てくれてる人は分かってると思うんですけど、まあいろんなね、動画とかでナンバーズインのスキンケアを使ってるね、やつとかは結構ちょいちょい出してるんですけど、私がね、今韓国に住み始めてからこそ、なんかその韓国ではやっぱり、あ、本当に人気なんだみたいな。そう、前回動画出した時は日本に住んでた時なので、あんまりね、いまいちそのオリーブヤングとかでね、どんぐらい人気なのかなとかいうのが分かんなかったんですけど、もう住んでみて実感しましたね。あ、やっぱ本当に人気なんだみたいな、結構使ってる人多いんだみたいな。でね、今回はその最新情報とか紹介したいスキンケアがね、いくつかあるので、そちらをね、ちょっと今日は紹介していきたいと思うので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。実はね、少し前にナンバーズインさんの本社に呼んでいただいて行ってきたんですね。なんかめちゃめちゃね、人がいい人たちで、人がいい人たちっていうの、数人いたんですけど、めちゃめちゃね、すごい優しくって、あと詳しくね、こういう製品はこう、まあ、ここにこだわってるとか、いろいろ教えてくださって、やっぱりなんか本当にこだわってるんだなみたいな、めちゃめちゃ実感できて。あんまり本社とかに行く機会ないじゃないですか。私もスキンケアとかの本社に行ったの初めてで、こんな感じなんだみたいな、すごいね、ちょっと感動したんですけど。で、今本当に韓国でもめちゃくちゃバズってるブランドっていうのをね、直接教えていただいて、私もね、オリーブヤングがね、もう家のもうすぐ後ろにあるんですけど、本当に店内のあっちこっちのもう手の届くところにももうナンバーズイン、ナンバーズインみたいな置いてあって、ってなりましたね。まあね、この毎回そのスキンケアとかでの動画とかでも言ってるんですけど、自分でね、実際使ってみてちょっと実感してね、良くなったなみたいなのを実感できたものしかね、ちょっと紹介してくないなっていうのはね、毎回言ってるので、はい、今日もね、ちょっとこんな感じで見てほしいです。まずね、紹介したい商品がね、クレンジングオイルなんですけど、それもちょっと動画とかで出てきたかな、前に別の動画で。こちらのね、1番のさっぱりすっきりクレンジングオイルです。これね、私今実際に使ってるやつは洗面台にあるんですけど、ちょっとね、ありがたいことにもうちょっとでなくなっちゃうので、新しいのをね、ちょっと今回は新しいのを送っていただいたので、新しい商品ね、ちょっと紹介させていただきます。これね、なんかぶっちゃけシュウ上村さんのクレンジングオイルめちゃめちゃ有名じゃないですか。あれにすごい似ててで、ね、まあコスパもいいし、オリーブヤングでね、クレンジング部門1位になるぐらい韓国でね、口コミで広がってます。なんか1回使ってみたら、なんか、あ、もうずーっと使うわみたいな声が多いらしくて、私もね、本当になんかさっぱりだけどスルンと落ちるみたいな。オイルってあんまり好きじゃなかったんだけど、もともとでもね、これはね、肌荒れとかもせず優秀って思ってね、これはね、ちょっと紹介させていただきたいなと思って紹介させていただいてます。実際にね、ちょっと使ってるシーンも流します。はい、そしたらね、今からちょっと実際に使っていきたいと思います。まずね、今ね、ちょっと化粧してる状態なんですけど、こちらのクレンジング、これね、テクスチャーが全然重くなくて、めちゃめちゃサラサラしてるんですね。なんかわかる？このめちゃめちゃサラサラしてて、全然テクスチャーが重くないんですよ。この感じわかるかな？ほら、もうなんか手から落ちちゃうぐらいの。これはね、顔全体的に、なんか私がオイルがね、あんまり苦手な理由が、ベタベタニュルニュルしてるっていうか、ベタベタするっていうか、なんかそれがね、すごい嫌で、あんまりオイルを使ってこなかったんですけど、これはね、すっごいサラサラなので、めちゃめちゃ使いやすい。仕上がりもね、べったりしなくて、すっきりしたね、感じになるので、すごいお気に入り、それが。あとね、これのいいところが、マスカラとかもしっかり落としてくれるんですよ、ポイントメイク。あと、唇の今さ、やっぱリップとか、あんま落ちないみたいなのあるじゃないですか。私、目とかね、唇とか、部分、なんかめんどくさいじゃないですか。ポイントメイク用のメイク落としとか使うの。けど、これをね、1本でスルッと落ちるから、それもね、すごいありがたい。めんどくさい割合には。あとね、肌のデコボコとかね、気になる人とか、あと毛穴とか気になる人もね、すごいね、おすすめ。なんかこうやってマスカラやってるだけで、ああ、落ちてる落ちてるって感じがするんだよね。あとこれダブル洗顔も不要なの。それめちゃめちゃ良くない？
流します。今回ね、そのナンバーズインさんでいくつかのねベスト商品に対して臨床実験をね行ったそうなんですけど、なんとあの肌にねくっついた PM2.5、 韓国ってほんと PM2.5 その未専門字って言うんですけど、それがもうめちゃくちゃすごいんですね。でね、その PM2.5 が 98.44% 洗浄、毛穴の老廃物が 94.39% 洗浄できるとの結果が出たそうです。これすごいよね。 PM2.5 が原因で肌荒れとかする人も多いらしくて、だからそれはね、その90何%とかが洗浄できるのはすごいいいなと思いました。あとね、2週間じっくり使用した結果、黒い角質が 17.42%、 皮脂 26.36% も減少したそうです。やばくない？ 2 週間で黒い角栓が 17.42% ってすごいよね。たったの2週間で。なんかただ綺麗にメイク落ちますとか、黒ずみケアもできますとかじゃなくて、なんかこういう確かな結果、なんて言うんだろう、目に見えてる結果、そのちゃんと実験しましたみたいな感じのちゃんとしたデータとかをなんかこう書いてくださるのってすごいね、なんか信用性があるっていうか、あ、ほんそうなんだみたいな、だからすごいいいなって思いましたね、その部分も。私もね、敏感肌だからやっぱり成分とかにはねすごいこだわってるんですよ。なんか変なの使っちゃうと本当にボツボツできちゃうから。でね、そのナンバーズインさんはその全商品に対して低刺激テスト済みで、これはね目の刺激性試験とかも済ませたっぽいので、あ、だからか。なんか普通にちょっと目とかに入っちゃうじゃないですか。私マスカラとかもこのオイルで落としてるから、でも別に目痛くなったりしないんですね。私みたいなね敏感肌とか、もしくはねオイリー肌とかでね、肌荒れとかねしたらどうしようみたいなね、オイルクレンジングに抵抗がある人もいると思うんですけど、洗浄プラス優しいっていう成分がねプラスになってるの商品は結構なかなかないなって思うのでね、ぜひね必死になった方は一回使ってみてほしいです。まあね、主婦エムラとに最初に似てるって言ったけど、まあ一番の違いはやっぱ値段、値段大事だよね。やっぱり化粧ってほぼ毎日するものだから、やっぱ仕事とかしてる人とかもそうだし、だから結構なくなる頻度とかがね多いから、まあなるべくね、そんなめちゃめちゃ高いのとかって使えないじゃないですか。安いのはねすごいありがたい。あと、まあやっぱりその成分性、成分の部分でその天然のねものを使って作ってるっていうのがね、やっぱり一番のね私がいいなって思ったポイントでした。次はね、あのトナー化粧水なんですけど、こちらの3番のウルツヤ発酵トナーです。これはね韓国日本問わずベストセラー商品なのでね、知ってる人はね知ってると思うんですけど、以前ね紹介したのが2番のトナーだったんですよ、ピンクのやつ。あれはね主に化粧とかの前に使ってて、こちらの3番は夜に使ってることが多いです。最近だとね乾燥がほんとひどいので、冬なのでね、だからまあ朝晩とか結構テクスチャーがすごいんですよ。なのでその朝晩とかに使って乾燥予防とかに使ったりしてます。私ねオリーブヤングのアプリとかをねちょいちょい見てるんですけど、使う前にいつも品切れになってるんですよ、これが。だからそんなにいいのみたいな。2番をね主に使ってたので3番は使ったことなかったんですよ。だからそんなにいいのってちょっと疑ってたんですけど、でねこの前そのオリーブヤングに行った時に店員さんに、まあちょっと新しい商品とかを見てみようかなと思って、化粧水のおすすめ教えてくださいってちょっと聞きに行ったんですね。そしたらこちらをねおすすめされて、またかみたいな、あ、やっぱり人気なんだなみたいな、ちょっと実感して。オリーブヤングのね入店当時もトナー3種が一番最初にね入ったってぐらい、もともとね人気の商品らしいんですけど、これね、あのトナー、その化粧水って言うんですけど、トナーって思えないぐらいすごいとろみがすごいんですよ。こちらもね実際使ってみます。はい、次そしたらこちらの化粧水使います。これがね美容液かってぐらいめちゃめちゃトロトロで、わかる？この感じすごい、なんか肌に密着してくれるっていうか浸透してくれる感じがして、むしろなんかこうやって肌にのせたらなんかさっぱりすっきりする感じがして、すごいね気持ちいい。これもトナーだけなんだけどさ、すごい結構めちゃめちゃいい感じのツヤが出てません？これだけでも本当に保湿すごいされる。私はね今の時期特にあのその冬なので乾燥するので、これにコットンこう染み込ませてコットンパックとかするとよりねあの肌に浸透してくれるからすごいおすすめです。これ使うとほんとツヤ肌になるなって感じになります。これはね発酵成分が50種類も入ってるんですって。発酵成分がねメインのスキンケアって結構あると思うんですけど、50種類ってすごいですよね。まあ発酵成分ってね肌にいいってまあめちゃめちゃ言うじゃないですか。顔色とかね保湿とかツヤとか弾力とか栄養、2週間で肌のツヤが 52.89% も改善との結果が出たそうです。 52%
肌のツヤ上がるってすごくない？通常の結果は 10% 未満らしい、普通は。これはびっくり。怖いな、私ツヤをこう意識してるっていうか、なんだろう、すっぴんの時でもツヤをね、こうツヤが出てる肌になりたいので、これはねいいですね。まだねこの3番はね使ってみて、私も2週間未満ぐらいなんですけど、なんだろう、トゥルンみたいな、肌がなんか卵肌みたいになった感じがするので、実験のあれを聞いてやっぱなって思うんですけど、 50% はすごいなって思いましたね。なのでね、まあ肌の総合的なね改善が欲しいって思ってる方とか、肌の根本的な部分が改善できないみたいな人はね、ちょっと一度使ってみるといいかもしれないです。最後に、もうこれはね、もう何回出たかわかんないんですけど、私のね動画に、これをなくては私はメイクできないっていうぐらい大好きな商品なんですけど、こちらの3番のノーファンデ陶器肌トーンアップクリームです。これはもう有名になってますかね。なんか本当に私がね紹介する当時はね発売したばっかりで、ずーっと普通に使ってたんだけど、この間ね9点の販売ランキングで1位になってたらしいんですよ。すごくない？韓国でもね、今めっちゃ話題になってて、ファヘっていうアプリがあるんですけど、いわばね、アットコスメ的な感じのアプリで、成分とかね、詳しく調べる韓国の1位アプリなんですけど、ここでね、下半期ベストトーンアップクリーム1位に選ばれてたんですね。やばくない？なんか、まあ私の影響とかじゃないって思うけど、これがもう本当に優秀ってだけで、すごくない？でも本当に。なんか先取りしてたからめちゃめちゃ嬉しいなって思いましたね。あ、やっぱり間違ってなかったんだ私は、みたいな。前回ね、詳しく紹介しててね、もしね、気になる方はその前回の動画もちょっと見てみてほしいんですけど、もうこれはね、本当にストックしてるぐらい、メイクする中でなくてはならない存在なんですけど、なのでね、これを塗って、クッションファンデしてもうベースメイク仕上げてます。これだけで出る時も全然あります。あとね、そしたらね、クリームをちょっと今塗った状態で、次にねこちらの私の大好きな下地を塗っていきたいと思います。これね、一回ちょっと半顔に塗ってみますね。これね、日焼け止め効果もね入ってるから、すごい日焼け止めもね別に塗らなくていいし、これ一本で下地とプライマーとファンデーションパウダーフィクサーまで入ってるらしくて、めちゃめちゃいい。こっちだけになってみます。本当にね、これだけ塗って外とかね出れるぐらいめちゃめちゃいいんですよね。ほら、こっちだけなんかすごいパッて明るくなってるの分かる？あと肌のね、なんだろう、毛穴なんかデコボコをなんかこうツルンっていう感じにしてくれるのね。今こっちだけ塗ったんだけど、どう？めちゃめちゃすごくない？なんか朝とかね、バタバタして時間ないとか、あんまりね、そのメイクできないとか、学生さんとかね。だけどちょっと肌綺麗に見せたいなーって人とかにもね、すごいおすすめ。なんかこうクッションファンデとかそういう感じの塗ってる感じがしないから全く。なんか自分の素肌をね、綺麗に見せてくれる？自然に。絶対これだけだったらバレない。100% バレないと思う。自然にトーンアップされてね、めちゃめちゃいい感じの肌になりました。はい、こんな感じ。はい、というわけでね、最近のね、韓国のね、スキンケアブランドでね、1位のね、ナンバーズインさんをちょっと今日ね、また紹介させていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。ガチ愛用商品のね、今日はね、ちょっと3つに絞って紹介させていただきました。今回ね、本社にもちょっとお招きしていただいたっていうのもあるし、今ね、韓国に住んでるからこそ、なんかまあ、お伝えできる最新情報とかになってかなって思うかなって思います。まあ、周りからもね、ナンバーズインいいよ、みたいなね、聞くし、まあ、オリーブヤングとかでもね、まあ、結果としてね、その1位、2位とかもあるし、まあ、店員さんとかも直接おすすめしていただいたりとかもするし、本当にね、人気なんだなっていうのが実感しました。はい、こんな感じでね、私が今回ね、紹介させていただいたナンバーズインさんの商品3つでした。本当にね、いいので、ぜひね、なんか迷ってるなっていう方はね、ぜひ使ってみたらいかがでしょうかって思います。はい、こんな感じで、今日も見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価どうかお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。